はい、山形県酒田市のバイク鈴木モータースです。今日はですね、ホンダの VFR800 フュエルインジェクションですね、 ABS のご紹介をしたいと思います。こちらの車両、買取で先日入会いたしました、当店の在庫車両になります。VFR800 というのは実はですね、正式名称ではなくて VFR だけなんですね、ただ分かりやすいように VFR800 っていう書いておかないと結構何 cc 何 cc っていう風に聞かれるので、最初からもう書いておいたんですけども、 VFR800FYABS っていうとですね、このモデル自体はいろいろマイナーチェンジとかモデルチェンジを繰り返して、その後の方だった RC46 っていう方でですね、2002年から2008年まで、国内で発売されたモデルになります。で、2006年からですね、このバイクにもあるようにリアサスのプリロードアジャスター、そして2006年からは、ABS が標準装備というふうになりました。で、2002年からこの2008年モデルのですね、大きな特徴としては、まずこのセンターアップのマフラーですよね。センターアップのマフラーに変更になりました。そうなんですよ、このバイク、もちろん純正のスリッポンマフ、これスリッポンで車外 TSR に変わっているんですけども、純正のサイレンサーももちろんあるんですけども、この TSR のマフラー、いい音するのに車検も通っちゃうんですよ。聞きますか。インジェクションなので手動も楽々で、V4 らしい音がしますね。そうなんですよね、なかなかこう最近って V 型4気筒 V4 って言われるですね、まあ、RVF とかみたいなですね、もう好きな人にたまらない V4 エンジンを作ってるバイクってもうほとんどなくなってしまったんですね。まあ今デュカティが新型パニガイで V4 エンジンを作ってるっていう噂もありますけども、とりあえずですね、最近のこのバイクの中で V4 エンジンっていうものはですね、非常に少なくなっているので、 V4 ファンにはもうたまらない1台なのかなというふうに思います。で、こちらの車両ですね、ハイパー VTEC もホンダのもう必殺技ですよね、ハイパー VTEC もついていると。要はですね、2002年から2008年、まあ、そのモデルになるにつれて、何を重視したかというと、低回転域での、トルクの向上をパワー向上したくて、ハイパー VTEC を入れたというふうになっております。で、そのバルブ休止することによって、その間ですね、これちょっと咳が、バルブ休止システムを搭載することによって、低回転域でのパワーをアップさせたというふうに、ちょっとさっきですね、そこの部分、ホンダのホームページで引用させてもらって調べました。で、なのでですね、非常に乗り味は面白いマシンだと思います。CB400 スーパーフォアとか、まあ、VTEC とかいろいろついてますけども、あれ直列4気筒エンジンなんですけども、これはですね V4 エンジン、 V 型ってこうアメリカンとかのこの V ですよね、この V ですねこの V で、で V 型ってこう1気筒1気筒で、やるんですけども、こっちに2気筒2気筒あって V4 とドコ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 こうやるっていうですね、まあ、簡単にですよ、簡単に言うとまあいろいろ多分こうやって言うと角度が違うとかいろいろあると思うんですけども、 V 型にもいろいろ角度があって、デュカティになると90度になるYMCA こんな感じで、V 型にもですね、こう90度になると L 型って言ったりして、デュカティはこうですよね、 L 型で V の90度だったり45度だったり単気筒だったりいろいろあるんですけども、 V 型4気筒というわけになります。 V 型優勝のハイパー VTEC っていうのはもうなかなかないんじゃないかなと思っております。で、こちらの車両ですね、おそらく前のオーナーがシートカバーかぶせて屋外で保管されていたのはもしれないですけども、外装はすごい綺麗なんですよ。カウルも外装もすごい綺麗なんですけども、下回りがですね、ちょっとサビの方が出てきてまして、こういう触媒のところとかですね、サビが出てきてます。下回りがちょっとサビがあるマシンなんですけども、非常に外装、タンク、カウル、アッパーカウル、そしてクランケース、ジェネカバー、ホイールとかですね、本当に綺麗です、このバイク。
で車検も30年の2月までついております。このバイクすごいのがセンタースタンドついてるんですよ。重量が確か200、乾燥重量210キロで装備重量で、装備重量というのがオイルとかガソリンとか入れた状態なんです。冷却水とか入れた状態で240くらいかな。なのでそんなに重くないです。センタースタンドをこうやると、よいしょ。なのでチェーンやホイールのメンテが超楽というふうになっております。よいしょ。結構大きいですね。VFR800 かっこいいですよね。ヘッドライトもこんな感じで、ヘッドライトこれ面積でかいので LED とか入れたけどすごい迫力出るかもしれないですね。よいしょ。はい、で、こちらのバイクはですね、税込みで車両価格の方が69万円と。で、年式が2008年式なので、なのでじゃないですね、2008年式で、メーター表示距離が 26,139 キロ、まだまだ調子いいし走ります。で、車検が30年2月までで、納車整備料、登録代行、費用等々いろいろ含めて参考の資格が75万1560円というふうになっております。で、この乗り出し価格でですね、ご契約してくださったお客様には前後タイヤ交換サービスさせていただきたいと思います。タイヤがですね、前後ともに結構減っているので、それをですね、新品にてご納車いたしたい、ご納車したいと思っております。はい、で、このバイクはですね、ホンダの結構ブラックバードとかにも使われている、ブレーキシステムで、あのデュアルブレーキシステムと、前と後ろ同時にかかるっていう風な、やつになっております。ちゃんとここにも書いてるんですよね。ABS and ABS and、 はい、ごめんなさいね、 ABS and デュアル、コンビネコンビコンコンビなんて読むんですか、ジェイクさん、これはコンバインド、コンバインドブレーキシステムと、まあ前後連動ブレーキということですよね、がついているというわけでございます。で、 VFR 乗りに必ずこう注意していただきたいのが、立ち動きをなるべくしないでいただきたいっていう、まあテントもそうなんですけども、なんでかというとですね、 VFR って見てください、横にラジエーターついてるんですよ、ここに。なので、そうなんです、両方についてるので、立ち置きしてしまうとですね、最悪の場合ラジエーターがいっちゃうので、ラジエーターを交換すると高いんですよ。なのでこけるときは横ではなくて前か後ろか。大変なことになっちゃいますね。まあ、この大変なのが一番なんですけども、本当にこう横に倒れるのだけはちょっと、横に倒れるのを気をつけてください。そんなところですね。状態いいですね。こうセンタースタンドを落としてみて、よいしょ、よいしょ、結構大きいですね。スクリーンも結構大きいので高速とか走っても非常に楽なのかなというところで、こうね、こう壁が流れてシュッと、はい、そんな感じで VFR800 フュエルインジェクションモデルの ABS、入荷いたしました。RC46 ですね、が入荷いたしましたので、こちらのバイク Facebook にも掲載しましたし、これからヤフオクグーバイクの方にも掲載していきますので、ご興味ある方、 V 型4気筒ですよ、皆さん明日から朝起きたら V 型4気筒みたいな感じで、ちょっとウォーミングアップも兼ねながら V 型4気筒が好きな方、そして VTEC が好きな方で、ホンダが好きな方、ぜひですね、お問い合わせの方お待ちしております。お買い得な車両と思いますので、ぜひ、ご興味ある方いればお願いします。VFR のご紹介でした。